今回は、AMS なしで多色刷りする方法について紹介いたします。標準のバンブーラボ A ワンミンでは、基本的に1種類のフィラメントのみを使用することが前提となっています。しかし、AMS、フィラメント切り替え機を使用すると、多色での 3D プリンターの印刷が可能となってきますが、今回は AMS なしでの多色刷りの方法について紹介いたします。今回印刷するのは、 このようなキーホルダーのモデルを使用します最初はこちらに特別な処理を加えないままスライスして印刷してみましょうこちらがスライスしたプレビュー画面となります拡大すると少し表面が粗い画面となっていることがわかりますそれでは造形をクリックし次の画面で送信を行います これで印刷が開始されました。後で結果を見てみましょう。こちらが印刷されたキーホルダーとなります。表面がやや粗い状態となっていることがわかります。それでは次に二色ずりの設定を行っていきましょう。こちらは先ほどと同様にスライスした画面となります。この画面で、 フィラメントを交換するタイミングを右側のスライドバーを使用して決定します。このスライスバーのハンドルを動かすと、どのようにプリントされて、積層されていくのかを見ることができます。フィラメントの切り替えタイミングを、こちらにプレビューされる状況を見ながら探っていきます。この例では、左上の部分が完成した状態で、切り替えタイミングとします。 この状態でマウスを右クリックして一時停止を選択します。ここでフィラメントを交換します。印刷を実行するとここでプリンターが停止しますのでフィラメントをアンロードして別の色の新しいフィラメントをロードして継続して印刷を行います。次に表面の荒さを取る操作についても行っていきましょう。 左側のサイドバーより、詳細オプションをクリックし、下の方のアイロン項目を設定します。アイロン項目では規定値がしないになっていますので、この部分をクリックしてアイロンをかける場所を選択します。今回は、トップ面を選択します。そして、アイロンのパターンを直線と同心より選択します。 ここでは直線に設定します。他のオプションとして、速度や比率、ラインの間隔などがありますが、今回はそのままとしておきます。この設定が終わった後は、もう一度スライスを行い、造形を開始します。それでは、印刷を開始し結果を見てみましょう。こちらが印刷結果となります。 最初に黒で印刷し、印刷が一旦停止になったところで、グリーンのフィラメントに変更して印刷しました。アイロンの効果を見るため、左のアイロンなしと、右側のアイロンありの結果を並べて表示しています。右側のアイロンを使用したものでは、かなり表面が滑らかとなっているのがわかります。